けでやってまいりました。今日はですね、続きましてカローラツーリングということで、こちらハイブリッドタイプですね。いや本当にね、ワイド感のあるデザインがありましたよね。5ナンバーから3ナンバーになっちゃったということなんですけど、まあ、そんなにね実はね大きくないということですね。まあ、1745mm ですからね、幅が。ちなみにこのタイプで、279万9500円ね。最小回転半径が 5.3m と、いや優秀ですよね。ちなみにね、燃費の方が JC08 モードで 30.8kg、 WLTC モードで 25.6kg ですね。タイヤの方はね、215の 45R17、 17インチを履いております。この黒いホイールね、かっこいいですよね。で、まあツーリングということでね、今時ね、結構珍しいですよね。こういったね、ワゴンタイプってね、もう少なくなりましたよね。あと内装に違いがあるか見てみましょう。内装の違いね、そんなにないか。ないね。フロントはね、そんな、変わりがない感じですね。もう一台ね、カローラツーリング置いてまして、こちらはね、まあちょっとこのカラーリングはちょっとグレーと言いますか、何色と言いますか。わー広い。今度のねカローラツーリングいいですよね。なんかちょっとねヨーロッピアンな感じもしますよね、デザイン的に。このやっぱセダンタイプより私はこのツーリング今回、いいなと思います。ちなみにこのタイプで267万8000円か。あ、これ 4WD なんやね。もうハイブリッドで 4WD か。いいね、スキー場とかにねいいですよね、 4WD。まあ、あえてねタイヤは鉄筋ということで、まあ、スタッドレスタイヤねつけたりする人もいますもんね。でやっぱりねこの後部座席、この後ろのトランクのね使い勝手がすごい良さそうですよね。というかこれ広いわ。こういったところにね、レバーがあるんですよ。これ引くとねパタンと、ほらここで引くとパタンと、いやこれ便利。セダンタイプにはね、ついてなかったですよね。ツーリングにはこれがついてます。これぐらい広いと、車中泊もできそう。これなんか結構雑やなこれ。こんな感じ。あ、でもフルフラットにはならへんのね。ちょっと段差になるのかな。まあその代わりねシートが厚くて、まあ、乗り心地はいいと思いますよ。あ、片手でそんなに重くもない。重いか、重くない。で、チャイルドシートのね、止めるヤーツもついてますよね。こっちのタイプは少しグレードが低いんですかね。内装にちょっとプラスチック感を感じますね。やっぱりもう一つ上のグレードが良さそうだとは思うんですけども、まあちょっとグレードをね落として 4WD とかをね選ぶっていう選択もありますよね。このカローラツーリングのねこのグレードが一番かっこいいかなと思いますね。あ、これなんかマフラーかと思いきや、これ穴がね開いてないやつですね。これ下に、あ、ちゃんとあるわ。下にちゃんとありますけどダミーですね。これ必要だったんですかね。あ、でもこの色かっこいいな。真っ黒じゃないですよね、紺色のメタリックというか。結構ねこのテールランプもね、シンプルで凝ったデザインになってますね。あ、内装やっぱこっちの方が豪華やわ。ウインカーはねこんな感じでつきますね。ここにつくんか。これ LED じゃないですね、豆球です。フロントはこんな感じですね。はい、いかがでしたかね、カローラツーリング。
私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、カローラツーリングでした。じゃあね、バーイ。